原宿のルイ・ヴィトンのポップアップ店に来ているんですけれども、 MV を探せっていう。誰ですか MV？ ノースビレッジの MV。 ノースビレッジちょっと辛い。お手洗いは大丈夫ですか？大丈夫です。はい、わかりました。自転車でそれで305万円です。305万円。はい。1500万ぐらいします。1000万ぐらい。でも1000万。あれ、あれ暴いてますね。あれ暴いてませんか？完全に。ちょうど作品とか、検討させていただきたいなと思うんですけども。めっちゃ嬉しいですね。コラボ企画、これとこれがガッチャンコするとどうなるのか、こうご期待。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。はい、ノースビレッジの北里洋平です。今日はですね、テンションめちゃめちゃ上がってるんですけれども、大阪に来ております、というのもですね、前回の原宿でのルイ・ヴィトンのポップアップとのイベントで打ち合わせをしたと思うんですけれども、そこでいろいろ話を進めたルイ・ヴィトンの悪あがきトランクがついに出来上がったということでですね、今日はそれを受け取りに大阪まで来ました。いや楽しみですね。早速行ってみたいと思います。どうもよろしくお願いします。出来上がったということでお久しぶりです。はい、あ、さんどうもありがとうございます。じゃあいいですか？はい、ありがとうございます。はい、なんか痩せました？なことないです。めっちゃ食ってます。めちゃ食ってね、今日シュッて見れる。あ、それあれじゃないですか、今回ジャケットがセリーヌじゃないからじゃないですか。忘れてたのに。ちゃんと今日はね、ノンブランドにノースフェイスでね、可愛いグッズにね。じゃあ、はい、お渡し。ありがとうございます。はい、うわーすっごっ、ありがとうございます。イエーイ。うわ、こっちも完全になってます。そんなことないさ。すごい。ここがルイ・ヴィトンで、ここがポケモンで、ここがルイ・ヴィトンですね。うわ、質感もすごい。マジすごい。天才。期待以上でしたか？うわこれすごい。NV 分かんないよね。分かんないよ。オフィシャルが作ったっものみたいな感じじゃない？それは、はい、ピースお願いしたいです。ありがとうございます。うわー、一生の宝だな、これは。こだわりがあるんですよね。こだわり。こだわり。こだわりポイント。裏面。裏面。マットの、マットにしてます、このマークだけ、ね。ああ、なるほど、なるほど。ああ、なるほど。通常はこう、ツヤがある塗料なんですけど。はい。なじませるために。なじむようにマットで。はい、うわー、すごい。オフィシャルで作ってるっていう。かっけー。それで最後です。多分ないですよね、 NV にしてくれっていうことが。また NV がこうちょっと近かったできるっていうと、またそれも。いやーすごい。涙落ちるところも撮りたいんです。玉ねぎ、玉ねぎ、玉ねぎ、玉ねぎくれ。いや、一生の宝、一生の宝です、この NVトランク。ビートランクになっちゃった。いやー嬉しいわ。これロット生産をね。一生の宝にします。
ありがとうございます。バシバシに使います。嬉しい。そう、いや本当想像を超えた、もうこれ天才だね。さすがだな。出版社の社長がそんな言葉の少ない語彙少なくね。ね。わらがきトランク。ありがとうございます。いやー嬉しいな。いいですね。いいね。やばいね。いやー本当そうだよね。世界一個。世界一個。いやこれ高い。なんかブランドも買ってよかったって思ったの人生で初めて。ようこそルイ・ヴィトン、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、まだお支払いまだなんですけど。あ、そうなんですか。これからですか。あ、まだ払ってないんだ、はい、なるほど、はい、はい、お支払いしましょう。この前に、はい、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。お花なんてと思ったんですけど、わあ嬉しい。テーマカラーの濃いイエローにさせていただきます。ありがとうございます。はい、ということでですね、新車のトランクだけじゃなく、つまり出版社ということで、ルイ・ヴィトンのトランク版ブックシェルフも作っていただくという、300万以内で、新車は500万以内で、よろしくお願いします。お願いいたします。やった、OK 出た。わかりません。楽しみに見積もり待ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれもう払いましたよね、僕。終わりました。ありがとうございます。じゃあ行きます。これは無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング、わがまま純度 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法。諦めることを諦め、あるがままわがままに。中学生にして南米一のサッカーチームの選手一人筋に忍び込み、挑戦状を叩きつけ、スター選手たちとガチ対決。伝説の人を地元へとヒッチハイクと自転車で放浪の旅に出たい。落ち込め高校時代5割の集中力を使い、半年で全国上位の成績アンド受験勉強終了。その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンドを突っ走るが、ちょっと待て、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか。一度描いた夢に落とし前をつけてやる。ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ。そして若造は気づく、かっこ悪くても負けたとしても俺は俺という物語の主人公なんだ。それなら自伝になるような物語を生きてやる。若造は無謀な挑戦を続け、念願の自伝を出版。今期独立自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる新社カフェをマチュピチュ含め世界中に30店舗オープン。全米でも英語版の自伝を出版。今もなお遊びの仕事に愛と自由の冒険を続けている。これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている果敢でバカな若造の物語。全ての夢を叶えるべく諦めることを諦めろ。辻と漫画が融合したストーリー自宅の新感覚自己啓発書、ガタと傭兵長悪あがき重版決定。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.